はい、相手の性格、人柄を一言で表すとしたら、納豆ですね。納豆、はい。あ、健康的やん。健康的ですし、くっついたら離れない、ネバネバとしつこい、そんな感じです。めちゃくちゃ言うてくれる。はい。こいつはサバです。サバとしております。なるほど。互いの好きなところは、鼻すぐこうできやすい話だからね。あ、そうですか。僕はね。いいよ、出せもう。赤。そうです。可愛いです。いや、かまち。お互いここだけは負けないという自信のあるところは、ほう、顎。負けないですね、これは。鼻。負けないですかね。いいテンポ。一日だけ体が入れ替わるとしたら、やってみたいことは。鼻服されたいです。本当に言ってます。されたい、わーってやらされたいよ。ほんまに。なるほど。僕はね、海外行きますよ。はい。海外に。海外行って。かっこいいの象徴じゃないですか。それでね、マイケル・ジャクソンですら作ってしまったものがもう天然であるっていうね。モテますんで、必ず。あれが日本でモテる。日本でもとどまらないスポットです。もっとスラスラ言葉出せ。以上です。